はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第291回でございます。すごいね、すごいねって自分で言ってしまったけど、291回も喋ってんだよこれね。はい、ということで今回メインテーマがね、この世界は立ち止まることを許してはくれないというテーマです。で、10代っていうのと、まあ、コラボの理由っていう。で、このコラボの理由に関しては、メインテーマに被るので、その中で触れていきます。で、まずね、ちょっと10代なんですが、昨日告知動画出させてもらったんですけど、これ投稿してるの日曜だから、明日だね。明日月曜日8月19日の19時25分、Eテレです。まあ、関東とか2チャン、全国で2チャンなのかな？ちょっと全国把握してないからわからんけど、まあ、2チャンでね、放送されます。そこにテレビに出ますので、よかったら見てください。で、昨日の告知動画でもちょっと触れたんですけど、裏番組のね、 Q 様にクイズノック出るんだよね。しかも伊沢さんだけとかさ、じゃなくてクイズノックチームとして出るんだよ。俺が見たい。あ、うちはね、一応2番組ね、録画できるんで、自分の出演の10代と Q 様両方録画しようと思ってるんだけど、で、Q 様見たいじゃん、みんな。クイズノック見たいでしょ？で、見たいし、しかも、録画機能がないっていう方もいると思います。で、コメント欄にもね、いくつかあったんですけど、実は、今週再放送あります。10代。そう、同じ週でね。で、ちょっとややこしいんですけど、木曜日の深夜です。で、木曜から金曜に変わる瞬間の0時。木曜から金曜に変わる瞬間の0時ね。0時、ちょっと深夜になってしまうんですけど、0時スタートで、同じ番組放送されますので、もしね、ちょっと月曜見れないっていう方は、ちょっと遅くなってしまうんですけど、そこで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いやー、ドキドキだぜ、マジで。どんな感じなんだろうね。大丈夫かな、俺。はい。で、メインテーマ行きましょう。ということで、まあ、改めて、この世界は立ち止まることを許してはくれないというテーマです。まあ、少し重たいっていう感じではないんですけど、まあ、いろいろ思うことがありましたと。まあ、ここ34年間生きてきた中でっていう感じではあるんだけど、まあ、みんなも学生だったりとか、学生のみんなも多いと思うんですけど、学生だったりもそうだし、で、社会人になってもそうなんだけど、やっぱり生きていくとさ、立ち止まることってものすごい不安が伴いませんか？自分はすごいそのタイプなんですよ。立ち止まることがすごく怖いのね。休憩とか休むのが下手くそなタイプなんですよ。で、一番、こう、それを実感したっていうか、まあ実感したというか、なんだろう、考えを改めさせられた時があって、その、大学を卒業して、自分最初に営業マンやってるんですよ。ピンポンって営業マンの仕事やってた時期があって、で、その時にね、すごい所長、そのトップね、その所長にすごくお世話になったの。で、その、自分売れない時期があって、営業ってやっぱさ、通常の世界だから売れる売れないがあるわけよ。で、最初ね、ちょっと調子良かったんだけど、まあ、一気に売れなくなってしまって、まあ、スランプです。スランプでもないな。まあ、実力か。まあ、売れなくなってしまって。で、うまくいかないとさ、ちょっとこう、ちょっとやけになっちゃう性格なのね。なんかもう、切り詰めてやんなきゃみたいな。わかりやすく言うと、休日も働かなきゃみたいな感じ。休んでる場合じゃないって。俺売れてないんだから、会社に貢献できてないんだから、存在価値がないんだから、もっと頑張って働かなきゃみたいな感じになってて。で、ある時に、うち日月休みだ、じゃあ月火休みか、だったんだよね、うちの会社。で、その月火休みの時に、入社何ヶ月かな、わかんないけど、まあ、みんなで仲良くなりましょうみたいな、親睦会を兼ねて、なんかスポーツ大会みたいなのをやったの、支社でね。やるよ、みたいな。でも俺その時ちょうど売れてない時で、で、所長にね、ちょっと俺、全然売れてないんで、そのスポーツ大会ちょっと休んで、出社していいですかと、なんだ、営業回っていいですかみたいなの言ったんだよね。その時にね、めちゃくちゃ叱られたの。多分ね、この話どっかでしたと思うんだけど、めちゃくちゃ叱られた。だから売れるんだよ、バーガーって言われて。いや、すごい人なんだよ。すごい人なんだけど、めちゃくちゃ怖かったんだよね。口も悪かったから、怒るとね。まあ当然怒ると、まあみんな口悪くなる人多いと思うんだけど。で、怒られて、はっての、なんでみたいな。思うわけよ。お前は、って。そうやって、メリハリをつけらんねえから、売れるもんも売れねえんだよ、って。一生懸命休み潰してやることが正義じゃねえんだぞ、って。きっちり休むときは休めって、リフレッシュをしろ、みたいなことを言われて、その時に、あ、休憩するとか、立ち止まるってちょっと言い過ぎかもしれないけど、ことって人生において必要なんだって思ったのと、休んでいいんだって思ったんだよね。もともと、まあ、中学の時いじめを受けてたことから、ちょっとこう、歯車が若干狂い始めてて、自分の中では。
やっぱりこう自分の存在価値っていうのをすごく求めてるの、今でもそう、そう昔もそうで、自分が生きてていいのかなって思うことが非常に多い人生だったから、だからこそこう働いてる時も数字でやっぱ売り上げで貢献できてないと存在価値がないみたいな風にすごく思っちゃってて、で、まあそういう発想になってたんだけど、それでめちゃくちゃ叱られたと。結局ちゃんと休んでというか、あのスポーツ大会出てね、出たんだけど、で案の定その出て、その1週間後か10日くらいだからまたちょっと売れ始めたんだよね。そう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 、ってなって、まあ所長さすがだったんだけどさ、でみんなのさ、まあ、学生のみんなのね、こう相談メールとか読んでる時もすごく似てる感覚を感じるの、みんなに。まあみんなにって言ったらちょっとごめんね、全然関係ない子は申し訳ないんだけど、こうやっぱ生きる価値というか生きる意味を探してたりとか、自分の存在価値を求めてたりとかで、勉強する時もうまくいかないじゃん。あのいつもさ、勉強したらずっと成績上がるわけじゃないし、勉強あんなにやったのに成績下がっちゃうとかさ、維持するぐらいとかってこともあるわけで、そううまくいかないからね。でそうなった時にやっぱりこうもっとやんなきゃみたいな、睡眠時間削ってとかさ、友達が遊んでると思うけどもうそんな言ってる場合じゃないとかね、いや切り詰めることは大事なんだけど、その切り詰める理由がポジティブな意味で切り詰めてるんだったらいいの。もう自分がやった分だけ成長を感じるって、この前の内藤さんのコラボちょっと見てほしいんだけど、あの時に受験勉強の話、内藤さんとかほんといい例で、一個の成功体験から歯車が回り始めて、もうやった分だけ絶対俺伸びるからっていう状態に入ってるんだよね。俺も受験期それに入ってたタイプなんだけど、ちょっと入るの遅かったけどね、俺はね。そう。だけど、それでもうやるだけ伸びるから、もうちょっと俺他のことやりたくないって、もう勉強やりたくてしょうがないからっていう感じで、切り詰めて、時間とか切り詰めてやるのはいいの。でも睡眠時間削っちゃダメだよ。ダメなんだけど、それだったらいい。でも、うまくいってないから、切り詰めなきゃと。俺だ今ダメだからって、私ダメな状態だからもっとやんなきゃっていうのは伸びないんだよね、それって。でもこう今回タイトルにあるように、立ち止まることを許してはくれないっていう風にやっぱ陥りやすいし、すごく感じるのね。でそのみんなにはそうやってメリハリを大事にしてほしいってすごく思う。もちろん偏差値があと30上げなきゃいけないとか、いや本当にもうなんだろう、全てを投げ打ってね、切り詰めてやんなきゃいけない方もいるかもしれない。ただまあうちのユーザーの子たちって中学生がやっぱりメインユーザーで多いので、高校受験だったらそこまで切り詰めなくても受かるよ、受かるって。逆にメリハリきっちりつけて、遊ぶときは遊ぶし、休むときは休むしっていうのを大事にしてる人の方が伸びる。それは自分自身もそうだし、今まで見てきた生徒も見てもやっぱそう思うんだよね。だからすごく大事にしてほしいの、メリハリっていうところを。そうで、まあそれはまあ勉強の話で、でもう一個はね、そのコラボ動画も、あ、コラボの理由っていうところにもあるんだけど、自分がコラボする理由って何がいろいろあるんだよ。そのみんながね、ユーザーの子が求めてくれてるかなと思って、そのみんなのためにっていう部分ももちろんあるの、あるけど、でも大きな理由はもう自己満足なの、俺のためなの。コラボってすごい生意気でしょ、ここだけ聞くと。でもね、それがね、現実なんだよね、現実事実なんだよね。なんでかっていうと、正直自分のチャンネルって、俺って数字を持ってるチャンネルではないのね。あの一本投稿した時に何十万再生って回るチャンネルじゃないからさ、コラボしてくれた相手の方にメリットって本当ないの。しかも自分結構登録者が自分より上の方とコラボさせてもらうことが結構多いからさ、ね、内藤さんもそうだし、今度ね、あの虫眼鏡さんのやつ投稿するけど、ちょっと先だけどさ、虫さんとかもそうだし、はじめ社長ともそうだし、花尾さんもそうだし、みたいな感じでしょ。だってブレイクスルー佐々木くんもこの前コラボさせてもらったけど、次登録者はさ、俺のが上だとしても、今勢いがあるのは彼だからね。一本投稿した時に彼は10万再生ぐらい普通に回るからさ。でも自分はほんと1万とか2万再生いたらすごい方だ。自分の中ではね、すごい方だから。相手にメリットがないんだよね。それを気にしてコラボをずっとしないっていう風に思った時期もあったんだけど、でも、やっぱり自分ずっとこうやって活動やってきて、自分の中では、コラボって一個のご褒美なの、俺の中で。本当に自分が好きな人に好きな話を聞ける場なの。それがみんなにとってプラスになったらいいなっていう、ちょっとみんなと付加価値みたいな感じになっちゃうんだけど、って思ってコラボさせてもらってる。まあ本当は相手の方にも申し訳ないなと思うんだけど、でも、いいよって、あ、コラボ大丈夫ですよって言ってくださるんであれば、お言葉に甘えて、でも、自分の中では見てくれる方は少ないかもしれないけど、その相手の方、コラボしてくださった方の、なんだろうな、いいところっていうか、まあ編集もするか、自分でするからさ、
見てくださった方がその相手の方、まあ、例えば内藤さんとかにしても、あ、こういう一面もあったんだって感じてもらえたりとか、こうなんかわかんないけどこう見てよかったなとか、あ、内藤さんに対してちょっとプラスのイメージが思ったなとかっていう風に思ってもらえるような動画にはできてるって俺は自負してるの、自分で思ってるから。だからそこは一個のなんだろう、その相手の方に還元するっていうか恩返しではないんだけどっていう風に思って、あとはもう自分のためですって思ってやってる、コラボに関してはね。でこれなんでかっていうと、そのやっぱり数字の世界なの、 YouTube ってすごく数字の世界だからね、評価も数字だからさ、お金も数字だし当然ね。だけどやっぱり数字だけ求めちゃうと窮屈になっちゃうんだよね。特に今教育やってるからさ、教育って回りにくいんで数字がどうしてもね、余計そう感じる。だったら例えばバズる動画とかすごい数字が回るような動画を作ることもできないことはないと思ってる、教育で。いや、できるんだけどね、実際あるんだけど。でも俺多分それ始めちゃうとやめるんだよ、自爆する、きっと自滅する、うん、無理だと思うんだよね、窮屈になっちゃって。だから自分がしたいことをしようって、うん、したいことをする、でそれがみんなにとってプラスになったらいいなって思ってずっとやってきてるのね。まあそれが今のところは多分ある程度はそうなってるんじゃないかなと思ってるんだよ。そうだから、そのなんだろう、 YouTube で全然鳴かず飛ばすの時期が長かったから俺はね、見てもらえるまでも時間かかったからさ。でその時にやっぱり立ち止まるのがすごく怖かったわけよ。うん、お金も稼げなかったからさ。正直お金稼げなかったら立ち止まれないじゃん。ね、許してくれないでしょ、その立ち止まることを。でも、こう、そういう世界にいるんだけど、今はね、ある程度お金をいただけるようになったからさ、立ち止まることもできるわけ。だって好きなことがあって好きなことをやりますみたいなことを自由なことも言えるんだけど、でも、まあみんながみんなそうじゃない。正直ね。自分も一応社会人やっててさ、まあ塾講師とかも本当安月給だったからさ、もう生活切り詰めてみたいなことやってましたけど、でも、こう学生のみんながきっと今このタイトルみたいな風に思ってる方って多いと思うんだよね。立ち止まることに関してネガティブなイメージを持ってる方多いと思うんだけど、でもそのこの先の人生を送っていく中でみんながみんなそうじゃないっていうところと、やっぱり立ち止まるっていうものも一個の勇気だし、それが立ち止まることが一歩になる。実は立ち止まってるんだけど一歩っていうこう矛盾を言ってるけど、でもそうなんだよっていうことはぜひね、知っておいてほしいなって、感じておいてほしいなっていうのを思って今回ね、喋らせていただきました。すげえちょっとまぎ止まらない感じになっちゃったんですけど、まあまあ伝えたい方はそんな感じ。メリハリ大事にしていこうぜっていう。もうその一言でよかったんじゃねえかって話したんだけど、まあ、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。はい、ということで、今回のハイチのダラダラジオは、この世界は立ち止まることを許してはくれないというテーマで喋らせていただきました。ちょっと長くなっちゃったんですけどね、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。では、また来週なんか喋っていきますので、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。